Give me that light, we gonna party tonight.お待たせ、お疲れ。お疲れ、お疲れ、お疲れ。あー、忙しい。さっきの客、何だったの？あれ、クレーム？クレーム処理。うざい。もうめんどくさかったよね。なんかすごい怒鳴ってたよね。なんかとりあえず、でも先輩流した。もうほんとやだ、ああいう客。もう絶対私つきたくないもん。無理無理無理、ああいう顧客無理だわ。ごめんね、投げちゃって。あ、全然大丈夫、全然大丈夫。え、先輩さ、そういうクレーム処理の時とかどうしてるんですか？普通ですね。まあ、最終的に私が全部処理してるってことを知ってるわよね。いつもありがとうございます。助かります。もうちょっとね、あのお客さんとあの対応するときに、うん、あのもう少しやりようがあると思うんだけれども、うん、やっぱり、まあ、しょうがないわよね。私もうここに、そうね、まあここの部署だけで今7年目だし、だからもうしょうがないと思ってやってるんだけれども、もうちょっとなんかこう、例えば秀子さんとかはもう結構長いじゃない、言うても。そんなことないですよ。だからもうちょっとなんかこう下の子育てるような感じで、あのお客さんの対応とかを見せつけるような感じでやってもらえたら、もうちょっとなんかこうクレーム減るんじゃないかなと思ってるんだけど。いや、もうほんと高子先輩のもうクレーム対応はさすがですって感じだもん。勉強になります。勉強になってます。いつもあの佐々木部長の対応とかどうしてるんですか？あの部長は私、あの去年までずっとあのセックスしてたからそうよ、だから私別に何もしなくてもあの人動いてくれるから。やっぱり佐々木部長とできてたって言わせは本当なんですか？あれで寝てただけ。そうなんだ。だってあの人あれじゃない、あの中学生になる子供いるし、絶対内緒よこれ。私でも最近佐々木部長にすごいお尻触られるんだよね。あ、もうそのまま触らせ続けてたら多分来月あたりあなたベッドインするから気をつけた方がいいわよ。ゆうこそうだよね、めっちゃ好かれてるよね、うん、最近いい子いないの？私、いや私全然全然ないよ。だからもう合コンばっかしてる。ゆうこちゃん合コン好きだよね。合コンやりまくってる。この間はあの丸山商事の中森さんいるじゃん、うん、中森さん、そうそう、中森さんと一緒に企画して合コンやったんだけど。開ける呼ばれてないんだけど。だってもうメンツ揃ってたもん。あんただって彼氏いるじゃん。もういっぱいいるけどね。だからいいじゃん、うん。私たちも本当に合コンにやっても、もう週末合コン、もう週末合コン基本みたいな。ひでくも海外に男作んなよ。私もロスにいるよ一人。紹介しても合コンセッティングしてお願い。でも英語喋れなきゃダメだから。あ、英語できるできるできる。本当できるできる。My name is ひでこ。終わっちゃうじゃん会話が。できなくない、できなくない。てかあなたたちさ、私一言言いたいんだけど、その外の会社で合コンするけれども、うちの会社のあの広報部の人たち、うん、あのお金どんだけもらってるか知ってる？いくらですか？しかもあの人たちずっと仕事漬けで彼女とかいない人いっぱいいるけれども、うん、うちの会社の部署の中ではそうね、だいたい2、3位ぐらいに入るぐらいはお金もらってるわよ。そんなに？そうよ。しかもあの人たち結構仕事尽くしで、あのもっさりしてるけれども、イケメン揃いなのよ本当は。あの広報の山田とかですか？そうですよ。あいつもらってんの？あんな超感じ悪いのに。しかも仕事ばっかしてて遊んでないから貯めてるのよ。私何人かと遊んでるけど、だいたいみんなお金持ってる。高子先輩結構手広いよね。高子先輩、でも高子先輩も彼氏いるじゃないですか。いるけどそれは別よ。噂で聞いたんですけど、中本係長って聞いたんですけど違うんですか？あー違うんだ。あ、それ噂なだけ。聞き
たい？聞きたい。聞きたい、うん、実はあの人、私がまだ入りたての時からずっとしつこく言ってきてて、うん、だからもういろいろこう、まあ、食事とかに付き合ったりとかしてたのよ、うんうんうん、なんだけど私どうしてもタイプじゃないの、あの人。ダメなんだ。ダメなのよ。すごい筋肉すごいじゃないですか、あの子。そうなんだからもう なんだろう一緒に歩いてると悪い気はしないんだけど、うん、まあ、恋人にするとかっていうとちょっと違うかな。だって頭悪いじゃないの子。まあそうだよ、脳みそまで筋肉みたいな感じしますもんね。だいたい私たちに提出してくるあの企画書、うん、私全部直してるからね。ああもうやっぱりそうに。だから私バカダメなのよ。タカ子先輩優しいもん。でもバカはバカなりにやっぱりバカだから何も考えないでお金出すのよ。うん、そう。だからあの人はあの使えるっていう感じ。使えるそうなんだ。うまいことやってるんだね。そこはうまいとこやんなきゃダメよ。だってこんな会社に入ったのよ。社畜みたいになるぐらいだったらもう散々使い倒した方がいいわよ。なるほどね。やっぱりさすが高子先輩。だってなんか毎週ホットヨガ週3ぐらいで行ってるって聞いて、だからやっぱりこんな綺麗なんですね。違うの、最近はホットヨガじゃないの。あ、違うんだ。何やってるんですか。ダンシングヨガっていうのがあって、やるのよ、それを。踊るになる。そう、すっごい速いテンポの曲をすっごいゆっくり踊るっていうヨガなんだけど。あ、ダンシングなのに。そう。あれはすっごい汗かくし、うん、しかもそこの、あ、そこの今度教えてあげるわ、そこの場所。え、ぜひぜひぜひ。そう、隣でやってるクラスがあれなのよ、男がいっぱいいる。あそこの駅前のやつじゃなくて。駅前じゃない、駅前は人気があるから、うん、もうどうでもいいのばっか来るんだけれども、うん、あの系列店の隣の駅のところがすっごい、うん、そうなんだ。やっぱり高子先輩そういうとこ、ね、あ、ごめんちょっともう時間だからあなたたちも早く来なさいよ。お疲れ様です。お疲れ様です。頑張りましょう、また午後から、ね、また高子うざくなりますね。うざいんだけど、でもそうやって言ってるだけじゃん、いつもやってるだけじゃん。そうだよね、もうああいう感じ。何男子よかったダサ。しかもさ、結局言ってたけど中本係長の方が高子のこといらねって言って捨てたらしいよ。あーダサー。ダサいよね。なんだろうね、高子先輩ってできる女アピールするけどさ。はい、お疲れ様でした。 Don't talk just one kiss